戦徳王は、白木の第37代の王であり、姓は金、意名は良将。第17代、名コ津ニ金の十世孫であり、三国式白木本に戦徳王記によれば、父は、海星の金高義、母は、第33代、聖徳王の娘の四夫人。それぞれ即位後に追風して開け、盛大王、定位大合とした。 王妃は各官の金良品の娘の不足夫人。三国以王歴においては、祖父を元君格防し、父を高吉海保し、母を四、飯婦人、王妃を良品格保しの娘の不足を行とする。七百八十年四月に先代の恵康潮を殺して王位についた。先徳王以降を白木の下台といい、王都での反乱が続き、 大遺産脱が繰り返されることとなった。めぐみ安志王の10年9月に遺産の位で上代党に任命された。当時の白木の貴族の間では王の下で律令訂正を推進しようとする党派と王権を抑えて中央貴族連合体制に復帰しようとする党派とで争いを繰り返しており、769年の貴族連合派の反乱。 770年の律令派の反乱が平定されたところであった。両将が上大等に着任した後にも775年6月8月に貴族連合派の反乱が起こっており、鎮圧されてもいる。王権が慎重したために抑えられがちにあったとはいえ、上大等の立場は貴族連合を代表するものであり、両将はこうした立場から777年4月には王に、 政治批判の上昇を行った。めぐみやすしおは、貴族連合派に配慮する形で、王族から金衆源を自中に任命して、律令派と貴族派との提携を図ったが、780年2月に、再び貴族の反乱が起こって、王宮を包囲することになった。この反乱に対して両将は、遺産の金義信と共に挙兵し、反乱を平定すると共に、 めぐみやすし王までも殺害し、自ら大いに立つこととなった。即位して、直ちに戦徳王は、金義信を、上大党に任命し、782年うる正月には、党に対して、朝降を行った。勢力を強めている北海に備え、北方面の守備に努め、781年7月には、後遺案の地に死者を送って安部し、 また782年2月には、神山州の住民を、高知へ移住させている。祭氏においては、王家の変革となったために、自らの父を開け、盛大王として、追封して五病を保ち、また、社職の段を築いたことが伝えられている。在位6年目の785年正月になって、ようやく党の特捜から兼業退位、鳥林修士し冥海軍司。 白木王に作法されたが、病に倒れてそのまま、正月13日に死去し、戦徳王と送りなされた。遺症によって仮装され、日本海に散骨された。王領は未称。武列王に連なる。王系から見れば、那骨王十世孫という戦徳王は冒険に過ぎず、決して王になれるような立場ではなかった。王族の有力な一員として、 中央貴族層の代表格となる城代塔に任命されて王の政治を補佐することを期待されていたこともあり、城代塔と王とは異なる性格のものであると考えられていた白木の正解で城代塔が王にとって変わるという新たな事態は一種以上であった。このため白木の内部でも下代として時代の変わったことを認識されることとなり、以後王い三奪が相次ぐこととなった。 戦徳王自身は王となってから五年余りで死去したために、めぐみやすし王時代からの政治的混乱を収めることしかできず、本格的な回復は時代の元聖王の知性に持ち越されることとなったと見られている。また、白木の禁止応答の始祖伝承には、金朝都市、金税館、味数日金の他に名骨津日金とするものもあるが、これは白木の下代には王 k が、 ブレツ王直径から冒険に転じたことと、仙徳王、元聖王が、ナコツニ金に連なる系統であることを主張したことが、反映されている、可能性が指摘されている。三国維持王歴では意味名を、スケショーとする。三国式白木本義、慶順王記に記される区分に基づく。子祖から、新徳女王までを、上代、ブレツ王から恵み安ス王までを、中代、 戦徳王から末王、慶順王までを、下代とする。ただし775年8月の反乱については、律令派によるものとも見られ、評価は一定していない。詳しくは、恵ぐみやすの項目を参照。該当記事は、三国式白木本義には見えず、同書、祭祀史や、東国津岸に見られる。井上役中 1980p316 中72。 ありがとうございます。